役員の先生方、お着席ください。お願いします。こちらです。身内の論理、あるいは党内の理屈、そのように国民の皆様方から思われておりますこと、そのようなことを今後は一切排除し、私自身も原点に帰り、厳しい党内改革を進め、中んづく政治と金につきましては、さらに抜本的な改革を行ってまいります。私が痛感をいたしておりますのは、やはり政治資金収支報告書への不記載という問題、それに象徴されます政治と金ということについて、国民の皆様方の疑念、不信、怒り、これが払拭されていないということが最大のものであったというふうに認識をいたしておるところでございます。